がれ、サーギンが一ヒーロー。ファイファイ、思い出してごらん、仲間との冒険、喜びも悔しさも全て君の物語だろう。未知の敵に挑む、闘志を燃やして歪む時空を超えるライバル。時代始めよう。スーパードラゴンボールヒーローズ、気づいた伝説を超えろ少年よ。スーパードラゴンボールヒーローズ、立ち上がれ、サギンが一ヒーロー。もう君には任せておけない。時の巻物はもらっていくよ。力ずくでもあなたを止めます。先代の時の海王神アイオス。そろそろ体なまっちまうな。ふっ、うわっ。やあ孫悟空。なんだ。はじめまして。そしておめでとう。君は超時空トーナメントに招待されました。あ、超時空トーナメント、あらゆる時空で一番強いものを決めるすっごい大会さ。君、ものすごい強いやつと戦ってみたくないかい？ものすげえ強いやつか。戦ってみてー。そう言うと思った。それじゃあご案内。あ、衣装はサービスするよ。ん？もう着いたんか。あ、おめえたち、父さん。やはり呼ばれていたか。ふん、また貴様と一緒か。ヒットジレン、おめえたちもか。修練のためだ。慣れ合うつもりはない。ん？なんだあいつら、不愛想なやつらだな。おお、やめちゃもか。それにしても俺をスカウトするなんて、この大会の主催者はセンスがいいな。改めまして、ようこそ超時空トーナメントへ。この時の運ボックスでそれぞれの時空から選ばれた君たちは時空に愛された戦士なのです。君たち7人は歯車ごとに一つのチーム。1回戦は12チーム84人での時空を超えたサバイバルバトルです。あまたの時空の多士先生の戦士たちよ、思う存分その力を発揮してくれ。今から向かうステージに3匹の妖精戦士が飛んでいます。こいつを捕まえるか、もしくは他のチームを全員倒せば勝ち。制限時間は50タック。優勝チームには素晴らしい商品をご用意してます。では早速ゲームの始まりです。おい、まだ聞きたいことが。
バラバラか？みんなそんなに遠くには行ってねえみてえだな。おめえはへへへへ、よう、おめえも来ていたんだな。別軸のオラじゃねえか。おめえと戦うのも久しぶりだな。オラももっぺんちゃんと戦いてんだが、ちょっと訳ありでよ。ん？オラたち時の海王神様に言われて、この大会の主催者のアイオスってやつに用があって来てんだ。そいつが、おっ、まずはあっちからやっか。あいつらの次は俺と戦ってくるよ。君は、そうか、別時空の。何？また君に会えるとはな、トランクス。僕のことを知っているのか。その力見せてもらうぞ。減ってる減ってる。このゲームに投入したやつらもうまく機能してるな。時空は増えすぎた。もうクロノアには任せておけない。減らしていかないとね。なんでいきなりフリーザと当たるんだよ。残り時間あと30タック。キレさあ、これからだよ。さあ、残り15タック。各所激闘が盛り上がる。準備運動終わりった。たく、さっき言ったろ、オラたちには他にやることがあるんだけどな。ただまあ、オラもおめえとはいつかちゃんと戦いてえと思ってたんだ。俺だって逃げてばっかじゃいられねえ。よし、行くか。行ってー。あったたたたたたた。
チームは会場に戻るよ。あれ、戻ってきちまったんか。俺たちだけらしいな。にゃやりましたね、ヤムチャさん。妖精は俺が捕まえた。感謝しろよな。ん、おめえらも戻ってきたんか。おい、もう一人のおら、また絶対続きやろうな。あ、おお、あいつらもか。だけど他の連中どこ行ったんだ。妖精は3匹いた。ということはあとは負けたということか。え、負けたチームには消えてもらいましたよ。お、どういうことだ。彼らの存在していた時空ごと消滅したということです。何？アイオス様の大いなる使命のためです。さあ早々に2回戦を。本当に時空を、大勢の人々を消し去ってしまうなんて。アイオスはどこだ。時の巻物は返してもらう。はあ、何が始まったんだ。相変わらずせっかちだな。やれるものならやってみろ。すさまじい気だ。あのマントのやつ早いぞ。それにお前も気づいたか、やつの動き、あれはまるで。面白い力を身につけたな、トランクス。だが、あなたは。技が止まった。二人とも素晴らしい力だね。ただ場外乱闘はここまでだよ。あいつは先代の時の海王神です。時の海王神様。申し遅れたね。僕はこの大会の主催者アイオス、時空の先定者さ。火曜神様。
時空は決して増えてはならない。それがこの世界の決まりだ。君たちには戦い続けてもらうよ。負けたチームはこの時の巻物ごと消滅させる。さあ急ごう。最後に残るのはどの時空かな。ここはナメック星か。ピッコロさん、昔戦った連中が集まってますよ。違う時空の奴らということか。ん？揃ったな。おお、え、ピッコロさん。貴様らの相手はこの俺だ。なんで俺がよりによってこんな不愛想な連中と組まなきゃいけないんだよ。いちいち勘に触る野郎だ。この可愛い妖精ミリちゃんを私たちから奪ってアイオス様に届けたチームが2回戦突破だよ。アイオス様はこの空間の中央部前提の間にいるからね。要は貴様らを倒して奪えばいいということだろう。ま、そういうことね。じゃあ早速ゲームスタート。行きなさい、ガラスの戦士たち。え？あ？なになに？なんだこいつら。くだらん。貴様らザコ相手に戦ってられるか。片腕のこの動き、やはりあなたはご飯さん。どうして俺の時空では。俺は全てを失った。俺が弱かったからだ。俺は許せない。弱いままのうのうと生きている俺自身が。アイオス様は俺に暗黒ドラゴンボールで力を授けてくれた。俺は俺の強さを証明する。それだけが今の俺の生きる意味だ。
あなたの気持ちは痛いほどわかります。だけどそんな迷いのある拳では僕は倒せない。俺はもう誰にも負けない。魔天狗あなたの強さは、あなたの強さはこんなものではありませんでしたよ。スリーキだ。よし。暗黒ドラゴンボールゲータこの力を試させてもらうぞ。寸劇だ。よし。なあジレン、ここはオラにやらしてくんねえか。あいつもサイヤ人みてえなんだ。好きにしろ。凄まじいパワーだカカロット。お前がここまで力をつけるとはな。オラを知ってんか。おめえ何者だ。力を求め過去を捨てたサイヤ人の下級戦士さ。分身だってありかよ。大したことないわね。なめるなよ。潮時だな。力の差がありすぎたな。消えろ。なはははは。ついやっちまった。
どういうつもりだ。いや、そのじお、お前な、確かにその子は敵だけどな、だけどだからって何も殺すことはないじゃないか。え、では貴様が先に消えろ。あれ、死んでない。お、しびれたわ。え、あなたのその優しさ、はっきり言ってタイプだわ。顔もよく見たら素敵だし。え、私のダーリンには指一本触れさせないんだから。ダーリン、こいつがフルパワーと。戦士だったはずのお前がここまで強くなれたんだ。俺もまだまだ強くなれん。アイオス先輩、やはり君だったか。時の巻物は返してもらいます。そんなに欲しいなら力ずくで奪ってごらん。シンプルにしておこう。すべての巻物はこの中に収まった。君が邪魔をするならもう容赦はできないよ。私も時の力を解放します。
ただし戦うためじゃない、あなたと対話するために。君らしいよ。だが君と何万年話そうが僕の結論は変わらない。時空を消して一つにする。時の断罪。聞いてください、私もあなたと同じように増え続ける時空に対する危機を、予感をどこかに感じているんです。だけど私はそれ以上に、私がこれまで見てきた時空の可能性を信じたい。だから、全てが終わるまで止まっていてくれ。フリーズ。おーい。大丈夫か？時の海王神様だよな。ちょっと大丈夫じゃないかもね。そうか、君が噂の可能性ってやつか。何のことだ。まあいいや、オラ海王様にちょっと頼みてえことがあるんだ。なんだい。この大会で強いやつらと戦えるんはありがてえんだけどよ、時空を消しちまうっちゃなしにしてほしいんだ。勝つ自信がないのかな。いや、いろんな時空にすんげえ奴らがいっぺいいるかもしんねえだろ。消しちまうはもってねえよ。確かに面白い奴だね。ただそれだけに危うい。君のご希望には添えない。それに今取り込み中なんだ。フリーズ。この速さと熱気、身勝手の極意か。アイオ様の技が速いか、オラの技が速いかっちゅうとこかな。時空術を出す隙を与えないつもりね。これならどうだい。これで逃げ場はなくなった。動けない君に勝ち目はないよ。瞬間移動、止まれ。止められた時空を打ち壊すなんて。考えを改めよう。君は排除しなければならない危険な存在だ。おのれ、時の海王神。
タイムパトロール、必ずや。我が師暗黒帝国軍の長メチカブラよ、貴様の暗黒因子我がものとする。ドンニクラスーパードラゴンボールヒーローズ、時の力を解放したアイオスと時の海王神の壮絶バトル。時空消滅を阻止するために立ち上がれ。最大7枚、君だけのドリームチームを組んでドラゴンボールの世界に飛び込もう。サイヤ人アバターにフルパワースタイルが登場。アルティメットレアカードもキャンペーンカードも超豪華。12周年も盛り上がっていくぞ。スーパードラゴンボールヒーローズウルトラゴッドミッション5弾11月10日稼働予定。オラの全力のカメハメハでも防がれちまうか。アイオス様やっぱ強えな。しかもなんか怪しいやつも動き出してるみてえだぞ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ新たなる暗黒王襲来、恐怖の決戦開幕。絶対見てくれよな。